虹の上の部分を残して水に浸している状態ですね。で、これを植えると下が生えてくるっていうことを聞いたので、やってみたいと思います。はい、一応こちらなんですけども、家を買った時に畑ちょっと貸してもらえるって話だったんですけど、で借りる時はちょっと草なんて生えてなかったんですけども、ちょっと全然もう放置されてるんで、こんな感じで草ぼうぼうですね。こことで、このちょっと段になってるススキがいっぱい生えてるところあると思うんですけども。ここが一応畑ですね。この背の高い草がいっぱい生えてるところ。ちょっとこれじゃ使えないんで、草刈っていきます。はい。ガソリン代がもったいないので、本当は手作業でやろうと思ったんですけども、これを見た時に全部手作業でやるとしたら心が折れそうだったので、草刈り機を使うことにしました。まあ、草刈り機の中にまだガソリンが少し残ってたので、ある分だけでやってみて、ちょっと枯れるところまでやってみようと思います。Thank you.